い、皆さんこんにちは。タップダンサーの花田秀明です。今回はリフにクランプロール、プルバックチェンジなどを使った初中級レベルの振り付けをお伝えします。過去の初中級レベルの振り付けでも同じような振りをたくさん使ってますので、ぜひこちらもご覧ください。今回の動画が少しでもお役に立ちましたら、チャンネル登録と高評価ボタンもお願いします。後半ではメトロノームに合わせて右足から左足から、そして2つの速さで踊りますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは早速いってみましょう。右足からスタンプ、左足横でシャッフル、ヒール、リーフ、ヒール、そのままヒールから降りて体重乗せます。ここまでタタ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 タ、そしたら右足でアクセントつけてストップ、ヒール、ヒール2つ打ってからクランプロール、そして今度はスカフ、ヒール、スタンプ、ここまで繰り返しましょう。1エンダーや2エンダーや3、4、5、5、5、6、7、そしたら前にスカフ一足、この一足通りの結構難しいです。どうしてもこう前に打っちゃうと2つ音出ちゃうんで、一足の場合のコツとしては、蹴った後後ろに乗ってる今で右足を押してあげる感じで、そうすると一緒に降りられるので、前にすぐ乗ろうと思うと2つの音が出ちゃうので、後ろに乗ったままで、ここから今ひねってる体を左のヒールから回りながら、ヒール、ヒール、ボール、ボール、そしてスタートで前に向きます。こうなって絡めた足を取りながら、タタタタタ、うん、で今度はスタンプシャッフル、ステップスタンプ、うん、ね、間で休みます。でさらに休んで、今度はスタンプブラッシュ、ステップ、今度前に乗らないでスタンプブラッシュ、ステップ、で反対もスカーフヒールしてからやるんですけど、その前にスタンプヒールって1回入れてからファイ、シック、セブン、3-8目から最後の3-8目の1、ここから1、プラップスタン、ディグ、ブラッシュ、ステップ、これをタッタタ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 タ2回やって、3回目にタッタタタタタタ、足を回しながら、3回目は1回リグ突き刺してからブラッシュ、ステップ、ヒール、カプセルにブラッシュ、ステップ、ヒール、シャッフル、ステップ、ヒール、スカフ、このスカフから移動します。ここまでゆっくりやってみましょう。タッタタ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 スカフしてクロスステップですね。1、2、3、4、戻りながら5、6、7っていくんですけど、ちょっとね、戻るときにちょっとスライド滑らせてね、下がれたらいいかな。はい、から最後正面にスタンプしてリフ、右足プルバックチェンジしてスタンド、ヒールスタンドと、と難しいですね。難しくて最後ね、ここステップで安定してもいいし、可能ならとでかっこよく見せたいなと思います。最後それでいくんですね。はい、このリフブラッシュね、このちょっと怖いね、立つの怖いんですけど、少しね、あのゆっくりのが怖いので早くやった方がいいかもしれないですね。練習してみて、ちょっと危なかったら、ね、最後ステップでも構わないんでね、そこはやりやすいようにちょっと調整してみてください。じゃあ3-8目からつなげてみましょう。タッタカタカタカセーの1エンダーや2エンダーや3エンダーや5エンダーや5エンダーや6エンダーや7エンダーや8エンダーや1エンツ
緒にやってみましょう。5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、頭から通してみましょう。本日も最後までご覧いただきましてありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。